ゴルフネットワーク。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然始まりましたけど、はい、大谷夏代プロです。よろしくお願いします。もうご存知の方も当然いると思うんですけども、2000何年でしたっけ？2005年のプロ入りです。2005年プロ入り、はい、そしてステップアップで賞金女王になったのが、はい、2008年という大谷夏代プロですけれども、最近はどんな活動されてるんですか？はい、うん、今はですね、東京に出てきて、はい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 、ティーチングの A 級の資格を取ろうと思って。東京に出てきて、もともとは？もともとは神戸に。神戸。はい、拠点は神戸。僕なんで今回 このお話で聞けるんだろう。インスタをね、はい、大谷さんのインスタ見ててめちゃくちゃ面白いんですよ。ありがとうございます。本当にだからぜひ皆さん見てください。インスタよろしくお願いします。ね、ちょっとそれをご紹介してもらっていいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。ではこちらが私のインスタでアップさせているものなんですけど、はい、ちょっと拙者、これグリーン侍です。この人です、はい、グリーン侍、はい、そう、かわいい。ありがとうございます。自分のことも、うん、拙者今年のティーチングプロ A 級合格目指すでござる、はい、まさにはい、お正月の目標です。目標です。はい、頑張ります。はい、では始まります。これ要するに、はい、なんか紙芝居みたいな感じなんですよね。はい、そうなんです。紙芝居、絵本感覚で紙芝居みたいな。絵本、はい、絵本好きなんですか？そうですね、分かりやすく皆さんに伝えていきたいし、はい、とても楽しい見方をしてもらえると、うん、皆さんの上達へもつながってくると思います。なるほどね、はい、そっか、その入り口を優しく、はいはい、しかもこう絵本みたいな感じで、はい、本当このグリーン侍可愛いですよね。ありがとうございます。テーマが何かあるんですか？はい、今日はですね、傾斜を学んでいきたいと思います。傾斜、はい、でいきます。これ後で出てくる。あ、行きます。出てきます。始まった、はい、まずですね、今年2021年が始まりました。はい、始まりました。はい、本当に絵本じゃないですか。頑張ります。はい、一緒に勉強していきましょう。はい、でいきなりなんですけど、傾斜で打つのはフラットなところと違うので、うん、もういきなりですけど分身の術始まっていきます。はい、でその中で大切なのは必要事項観察してください。であと工夫と研究と努力、うんうん、はい、これが大事ですね。はい、とっても大事です。はい、ではいきます。はい、はい、左足上がりです、うん、でまあちょっと侍っぽく左足斜面の巻きっていうふうにはしてみたんですけど、これ今フラットな状態から基準に考えてます。はいはいはい、そうすると構えとクラブですね、はい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 、どういうふうに変わっていくのかちょっと見ていきましょう。うんうん、なるほど。はい、ではいきます。分身の術です。はい、楽しそうですね。はい、めっちゃ楽しいです。はい、ではいきます。はい、侍が傾斜に沿って立っていくと、分身の術を使って傾斜なりに立っていきます。はい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 、もうすぐ動くんだ。そうです、グリーン侍は侍なりに研究してます。はい、はい、そしたらロフトですね、クラブも立っていきます。これは傾斜を傾くからクラブも傾く、はい、そうですね、はい、確かに。そうです。はい、っていうのがまず左足斜面の巻き、うん、で左足斜面が出てくると、うんうん、今度は左足の下がりですね。はい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 、左下り斜面の巻きです。これですね、はい、左下、はい、そうです、斜面の巻き、はい、でこれは今フラットな状態で構えてます。うん、でまた分身の術を使っていくと、はい、こっから、はいはいはい、傾いていって、そうするとクラブもロフトも傾くよっていう、はい、で侍なりに研究はしてきたんですけど、うんうんうん、でも、はい、練習したらするだけ、うん、侍はスロープあるあるですね。じゃじゃん、はい、そうです、じゃじゃんです。はい、構えは分かるけど立ちづらいな、拙者倒れそう。はい、研究していくとだんだん不思議が生まれてきます。でそうなってくると、うん、やっぱヒントをいただきたいな。寺小屋行きます。はい、行きます。はい、ヒントください。お願いします。はい、じゃん、ようこそ、お、ウェルカム。はい、で学校の先生ですね。ちょっと待ってください。はい、誰ですかこれ。これ福助殿です。はい
あと福子殿です新しいキャラクター出てきましたね、はい、はい、あの学校の先生あなるほど、はい、寺子屋の先生なんですね、はい、そうです、はい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 、で一緒に勉強しましょうね、はいはいはい、っていうことになってますなるほど、はい、っていうことで、うん、一旦こっちからこの傾斜見ていきましょう、うん、今までグリーン侍はこの斜面に対して立ってました。でそうなってくると倒れそう、うん、倒れそうですね、ごめんなさい、もう一回手を上げて倒れそうね、倒れそうですね、はい、そうです、うん、でそうなると一緒に研究していきましょうね、はい、じゃじゃんじゃじゃん、これ誰ですか、ニュートンですなるほどはい、絵心ありますね。でそうなってくるとこちらの校訓の方に入ってきます、うん、お、はい、ここちょっと気になったんですよね、校訓、はい、校訓です。で学校で物を習うときにとっても大事なのは、うん、道っていうのは道理である、はいはいはい、ということではっきりとここを解読して、うん、はい、道理を離れる、とらわれすぎないようにすることで自然と奥義ですね、うん、初級から上級への道へかなうようになってます。ちょっと難しいんですけど、でそうなってくると、うん、じゃじゃん、また出てきた、はい、今度はコロンブスです。コロンブスコロンブス、はいはいはい、ニュートンの後はコロンブス出てきた、そうです、はい、コロンブスの発想でいくともうアイディアとっても大事です、うん、で、ゆで卵、ゆで卵、はい、表現してみるとですね、まさか、そう、これで、あ、出てきた、出てきた、あ、これなんかちょっと見て、はい、あ、大丈夫です、はい、ゆで卵が立ってますね、はい、はい、そうです。でこれ今日の朝茹でたんですけどえ、このためにですか、はい、そうです、ありがとうございます、はい、で卵をこう、うん、まず立てる、うん、はいはい、はい、そしたら今度はね、うん、最初はこの左足上がりです、うんうん、ね、こう左足が短くなって右足で支えるようになる、はいはいはい、左足上がりです。でこのように立ち方のアイディアっていうのは、うん、応用、足し算、引き算をすることでバランスよく立てます、はいはいはい、うん、でこれはですね、初級から上級ですね、奥義への道です、うん、これが自然とできるようになってくると、うん、上級者への傾斜の立ち方につながってきますですね、はい、一緒に勉強しましょうっていうことで、はいはい、すごく分かりやすかったです。あ、本当ですか、ありがとうございます。インスタ見てください